マイナビオールスターゲーム2023第1戦全覇8 1前世、2023年7月19日バンテリン D。全覇を率いた中島監督は全覇の戦力にご満悦だった指揮官が、羨ましく思うくらい、と評した打線は柳田、万波らレギュラーシーズンでも好調な打者に一発が飛び出すなど、15安打8得点と大暴れ。 中島監督はいつも対戦しているバッターたちですがこんなに怖い打線なのかと改めて思いましたとライバルチームの主力に舌を巻いた投手陣もいきなり佐々木朗山本・田中翔和田と超一流投手のリレーで幕開け前世を最小失点に抑え非常に球の強い投手ばかりで見ていて楽しかったと手放しで称えた 私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです結局ファン投票1位の佐々木は WBC 出場してるから中島監督の「采配」で1イニングのみの出場で終わってます選出されたピッチャーの数を考えると連投せざるを得ない選手が出てきますね 難癖、イチャモンがさまざまな情報で飛び交ってますが、私は中島監督の選手を守る采配を尊重したいと思います。佐々木、山本のリレーでもわかるけど、投手陣もすごいメンバーばかりだから中島監督も采配を振るうのが楽しかったのでは。出場選手の怪我や起用法に気をつける必要はあると思いますけど、ペナントレースよりだいぶ気楽に采配できたでしょうね。 それからこんな怖い打線をおおむね抑えている折投手陣の能力が高いという見方もありますねパ・リーグは中島監督のセンスのある選手起用でほんと楽しませてもらった先発にオーラ満点の佐々木朗希から始まり山本由伸マー君和田さんとマーナン中リレーだよそれを受ける若槻 ローキ君の強烈な変化球を全部ガードする優秀な捕球ライオンズの殿崎源田おかわりも期待に応える活躍後半は古巣名古屋ドームだけにアリエルをキャッチャーにしてハム選手を次々と投入それに応える選手たち優秀なギータコンちゃん栗原のソフトバンク組全力で勝ちに行く采配はお見事でした 一方のセ・リーグは投票とはいえほぼ阪神だからねその中にいた秋山が不思議な存在だったよ唯一攻守に光ったのは宮崎だけ彼はほんと良い選手だセ・リーグがなんかもうかわいそうに見えたでも明日はセ・リーグの逆襲がありそう佐々木山本マー君 和田とかたらセ・リーグファンの自分でもワクワクしちゃうよね、バンテリンドーム行ってましたが、あの豪華リレーで救われました。大連敗中のコーチはこの機会に中島監督に秘策を聞いてはどうかな。選手たちはこの機会に技術を学び合っているのだから。普段監督やってる人ができないことはないよね。オリックスの監督がオールスターの監督するなんて本当に夢みたい。 コーチとして出場するだけでも激レアだったのに参加メンバーはお祭りですから楽しんで選手として成長してほしいですセリーグパ・リーグ関係なしに「前波はほぼ日本代表だろとのげんいるシうんンでも前世から宮崎と牧は欲しいかな」「我らがバファローズの7番バッターチー川さんも2んだしてましたよ」 その怖い打線を普段手玉に取っている投手陣をライバル球団はもっと怖がってますよオールスターの阪神が無様に全覇に負けたってことだからセ・リーグはとやかく言われることはない。